そして5号艇、地元兵庫のルーキー、藤本元気は5コースから。昨日は3着、地元では初のフラケン絡みということになりました。モーターの手応えは最高です。ならば結果を出すしかありません。5号艇、藤本。6号艇、ロッキー・リー村、この外に並んで3対3、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートを切れたのはセンターから3号艇の堀本。ダッシュから出ていくのは5号艇藤本。伸びてくる。1マーク。初勝利へ向かってまくるか。突っ張ったのは1号艇だったぜ。打ち着いて6号艇、2号艇、3号艇。バックへ入っていきまして先行争いは1号艇、3号艇、6号艇で1番打ちするするっと6号艇。おっと危ない。おお、危ない危ない危ない。危ないけども6艇残りました。スタートは正常です。ヒヤッとするシーンでしたが6艇きっちり残して2マークの攻防先に回ったら6号艇に切り込んだらば5号艇の藤本か。一気に並びかけてくれれば5号艇デビュー初勝利を目指す藤本。しかし外からは6号艇の切るまで3番手内側からは4号艇の上村が迫ってきます。2周の1マークですが今度は内から4号艇の上村が来る。冷静。ここは内を回る5号艇の藤本。内を捉えては6号艇の桐村ですが真ん中通る5号艇の藤本がわずかに優勢か。内側から6号艇桐村、外から4号艇上村で後方からは3号艇、2号艇、1号艇。2周2マークへと入ります。先頭は5号艇の藤本。ちょっとバランス崩しましたがこらえたか。6号艇の桐村が2番手を続きまして上位体系5番6番56体系。3番手から4号艇上村で後方からは3号艇2号艇1号艇。最終周回に入ります。自慢のパワーを生かしましたスリットからぐぐっと出ていった5号艇の藤本が1周1マークまくり、インから1号艇田添を懸命の残し1周1マーク、さらにはバック側大激戦ということになりましたが2マーク、そして道中見事にさばき切ったらば5号艇の藤本元気。自慢のパワーを生かし切りました。結果をバチッと出しました。見事な1着ゴール、混戦をさばき切ってのお待たせのお待たせのデビュー初勝利ということになりそう。5号艇地元藤本、上位体系564、先頭5番の藤本元気、デビュー初勝利の五輪。2着6番桐村五輪、3着4番上村五輪、3番堀本五輪、2番桐田五輪。そして最終マークの旋回からホームへ帰ってきまして1号艇の田添が間もなくゴールを迎えそうです。1番田添はゴールライン通過となりました。以上、尼崎第1レースでした。